チャンス。チャンス。皆さんこんにちは。野球 YouTuber の向こうです。関本健太郎、そっくり芸人の関本健太郎です。今日はね、なんと2回目、関東舞子会さんより2度目の、お誘いを受けてですね、今日は助っ人に来ております。ありがとうございます。関さん、はい。また今日の意気込みをちょっとお願いします。意気込み、そうですね。はい。後ろバッチで頑張りまーす。今日は関東舞子会の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。今回の目的は、関本さんに、阪神タイガース施設応援団関東舞子会さんのガチ応援をプレゼントしたいということで、関本さんを連れてきました。ということで試合は始まりまして、僕はね、今回1番キャッチャーに抜擢されました。このしこルーチンなんですけども、今回は僕の尊敬するあけぼの関の雲龍型の土俵入りを取り入れております。さあ迎えた第1打席、なんとね、野球 YouTuber 向こう、第1号ホームランを、ここで出るんですけども、皆さんご覧ください。打球は右中間、まあ、柵越えではなくて、ランニングホームランになるんですけども、マジかこの走り、ヤクルトの山田哲人選手を参考にした走りとなっております。そして記念すべき、ホームにヘッドスライディングからの阪神タイガース西岡のうざいやつ、はい、これ来ました、うん、でこの真ん中からこの内側、これをバットをインサイドアウトさせながら、こう弾く感じで打ちました。それはオープニング第1号、ぶちかましてきました。皆さん、杉本で応援よろしく。さあ来ました、二関本選手。今回ね、二関本選手のヒッティングマーチを僕、なんと覚えました。さあご覧ください。ジェン、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 勝負をつけろ、今こそ頼むぞ、ケンタロウ。どうですかこの応援、関本選手にがっつり届いてると思います。そしてこの打球、ナイスバッティングと思ったんですが、関本、これ本物の関本さんより飛ばしたんじゃないですかね。関本、さあこの打席に関本選手必ずやってくれます。これもうオーラ出まくってます。これもう何でも出てます。いきます、ふーからの打席に入ります。さあ関本選手何を狙う、大飛球いくか、フォアボールと、ここでまさかのフォアボール。関本選手らし らしいこれぞ実に、この人の醍醐味であります。そして僕が、意味わからないサインを出します。もちろんこのサインは盗塁です。関本選手らしかちょっと飛び出してますが、なんとスライディングをせずにセーフになると。そして意味のわからないガッツポーズ。そして、野球 YouTuber 向こうランナー3塁、初めて来ました。ここでね、僕がやります。関本選手の、流れを引き継いだ僕がここでなんとオールスターの新庄張りのホームスチールを落とし入れると。ナイスランです。これは常にね、次のあの塁を狙ってる僕の走塁の意識が生まれたと思います。そして今阪神タイガースで禁止になっておりますうざいやつと、まあこれで試合終了なんですが、今回ね、対戦相手のアベンズさん、うざいことをやってしまいまして大変申し訳ありませんでした。そんなアベンズさんが我々のためになんと六甲おろしを歌ってくれます。ほら、皆さんお聞きください。負けたら歌ってあげるっていう約束だったじゃないですか。
対戦相手のアベンズさん、関東マイク会の皆さん、ありがとうございました。いやお疲れ様でした。今日は、関東マイク会の、最終戦だったんですけども、まあ、ちょっと大差でね、なんとか勝つことが、まあ、できれば、ちょっとね、一緒に関本の応援歌を歌っていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、でもまあ、結果は出なかったんですけど。そうですね。また来季。また来季。ちょっと関東マイク会にまたリベンジしていきましょう、セッキーさん。そうですね。いいですか？ぜひまた遊びに来ますよ。今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。三人で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 こんな感じで。ありがとうございました。関東は関本。